鶴見駅にやってきました。神奈川県横浜市鶴見区ですよね。今日はですね、鶴見線の駅巡りをしてみたいと思います。駅巡りといっても電車に乗っていくんではなくて一駅ずつ歩いていきたいと思います。列車に乗らない鉄道の旅ですね。そしてこっちには京急鶴見という駅がありますね。京急の鶴見駅じゃないですよ。京急鶴見という駅です。暴力に負けるな、ひるむな、まちづくり暴力団排除推進協議会ですか。商店街のアーチにその暴力団対策のキャッチフレーズが書かれてるところっていうとさ、ちょっと珍しいですよね。そんなに暴力団がいるんですかね。京急鶴見駅ですね、こちらはね。JR の鶴見駅と、そんなに離れてはないんですけどね、同じ駅名でも、特に問題はないようなレベルではあるんですけどね。この商店街は旧東海道らしいですね。東京から京都までの徒歩旅行の時には通らなかったんですけどね。あの時は、玉川通り厚木大山街道というそういう道で行きましたので、沼津までは東海道通りませんでしたからね。やっぱり東海道沿いがやっぱりね、今も商店街として栄えてますよね。皮膚科もあるし。第一京浜に入ってきましたね。第一京浜というのは、第一京浜道路っていうんですかね、国道15号なんですよね。他に第一京浜、第二京浜、第三京浜っていうのもあります。第三京浜は高速道路でしたっけ。東京と、神奈川県を結んでる幹線道路の一つなんですよね。で、鶴見線のことなんですけど、鶴見線はその京浜工業地帯のど真ん中を走ってる路線っていうので、鉄道ファンの間でも有名なんですよ。都市部を走ってる路線、通勤路線なんですけど、でも通勤客以外が少ないというか、その工場に通勤するのに特化した鉄道というか、通勤時間帯以外の本数が少なかったりとか、ちょっとその異色を放ってるっていうことで有名だったりするんですけど、今回はね、その鶴見線の各駅を歩いて巡りたいと思います。バス停の名前にもなってますね。国道駅前。鶴見線一つ目の駅は、一つ目じゃなくて二つ目ですかね。国道駅ですね。言うまでもなく、その第一京浜っていう国道に面したところに駅があるから国道駅なんですよね。古い看板、三方住宅車これも今更紹介するでもないというか、この高架下にがね、古い雰囲気が残ってるっていうのは、非常に有名なんで、今更どうだすごいでしょうなんていうのもおかしな話ですけど、とりあえず国道駅ですね。国道駅はこの高架下が、レトロな雰囲気なんですけど、ただちょっとね、第一京浜の方がちょっとうるさいですよね。国道下だって、いや国道の下じゃないんですよ、線路の下なんですよね。なんか臭い、なんかトイレ臭いな。高架橋とさ、がっちりくっついちゃってますもんね、この辺のお店というか家というか。やってるのかちょっとよくわかんないですけど、釣り船か。完全にこう国道駅と一心同体で歴史を刻んできたんでしょうけど、なんかもう今はもう随分廃れちゃってますよね。次の駅を目指して橋を渡っていきます。
右手に見えるのが鶴見線の鉄橋ですね。まあ鉄道と道路は並行してるとは限らないんで、ちょっと遠回りをしなきゃいけませんね。この辺はまだ工業地帯という感じではないですよね。普通の住宅地ですね。まあ、今回は歩いて鶴見線の駅巡りをするんですけど、まあ電車に乗って、まあ、一通り全駅降りたことあるんですけどね。ただね、その鶴見線に最後に乗ったのが結構前なんですよね。もうそれこそ 10年ぐらい前かもしれないですね。だからちょっとは状況変わったかなと思ったんですけど、国道駅は変わってなかったですね。まあでも国道駅がひょっとしたら鶴見線一番の見どころかもしれないですからね。鶴見小野駅ですね。ちょっと眩しいんですけども、鶴見小野です。まあ、ここも無人駅ですね。まあ、無人といっても、まあ、電車に乗るわけじゃないんで、まあ、勝手に入るのはまずいかなと思いますけど、なんかこう昔ながらの改札口っていうんですかね、駅員さんがここの中にスポッとはまって、切符を拝見みたいな感じでやるんですよね。まあ、自動改札化っていうのはどんどん進められてますけど、その普通の自動改札機が普及なんていうの導入される前にスイカの時代を迎えてしまったんで、まあこのね、こういうちょっと旧時代の改札口の形と、なんか近代的なこのスイカタッチ機、 IC カードタッチ機がね混在してるというね、ちょっと変わった改札風景になってるわけなんですよね。でちょっと大きめの道に合流していきます。産業道路っていう道路ですよね、確か。日本の産業を支える道路なんでしょうかね。なんかゴミ収集車が多いですね。弁天町交差点ですね。赤いバスが通って、京急グループ東洋観光だって。これは臨港バスですね。港に臨してる、港沿いのバスですかね。アサヒガラス株式会社ですか。ちょっと名前は知りませんが、この辺りからやっぱり工場ゾーンですよね。 JFE っていうのもあるんですかね。あ、電車が走っています。見えますかね。鶴見線も車両が変わりましたね。私が利用した時は確か103系っていうやつだったと思うんですけど、なんかすごい橋ですね。すごい急な坂ですね。苫小牧のスマートアグリなんちゃらメガソーラー発電所、あ、そうか、工場で、まあ、この辺の会社が作ってるその先進的技術を紹介してるわけですね。なんか工場で働いてる人とおぼしき人がなんか休憩してますね。とちょうどお昼時なんでしょうかね。そして弁天橋駅ですね。もうこの駅はほとんど、まあ、この辺の工場に勤めてる人をが利用してるんじゃないかと思われますね。まあ、JFE とか朝日ガラスですか、その辺の工場に行く人がね、ほとんど利用してるんじゃないかなと思います。なかなかなんか一軒家みたいな、見た目でなかなか面白いですよね。弁天橋駅です。弁天橋の駅前は JFE だらけですね。これも社員しか入れないこのゲートみたいな感じですかね。鶴見線は鶴見国道、そして鶴見小野までは、まあ、普通の住宅地っていうか市街地なんですけど、弁天橋から完全に工場地帯ですね。まあ、工業地帯っていうのは
歩いてる人が少ないんですよね。まあ、こういう幹線道路とかもまるでなんか田舎の国道みたいな状態になってたりするんですよね。この辺りはトラック街道ですね。道路の名前がもう消えちゃってますね。鶴見産業道路ですか。そしてこの交差点、入船橋ですかね。入船橋を、また曲がっていきます。どうでもいいですけど、この公園結構なんかマテバシーのどんぐりが結構落ちてますね。これマテバシーですよね。まあ、どんぐりが食べたい人はこの公園でマテバシーの実を拾ったらどうですかね。まあ、そんなに渋くなくて美味しくいただけると思いますけど。まあ、ちょっとやっぱりお客さんはまばらな感じがしますね。まあ、昼時なんで、まあ、通勤時間帯というのとはやっぱり少し違いますよね。で、浅野駅ですね。ちょっと逆光なんで見えにくいと思いますけど、あ、でも黒い男たちがゾロゾロと降りてますね。まあ、多分この辺の工場に勤めてるんでしょう。浅野駅です。なんか東芝のバスですかね。東芝のなんか工場公員向けのバスみたいな感じですかね。なんかさっきあの電車降りてきた黒い男たちが次々と乗り込んでいってますね。まあ、この先にも線路は続いてるんですけど、やっぱり列車本数が少ないということなんじゃないかと思います。東芝では全社員でより良い環境の実現に努めています。だって東芝ってさ、先日のニュースでなんか赤字額が深刻な状況に陥ってるとか、そんな風に聞きましたけどね。あとなんか本当はそんなに儲かってないのに、なんか結構儲かってるんですよみたいな、そういう決算報告ですかみたいなことやったりしてるとか、ちょっとやらかしてる感じなんですけど、まあでもさ、ニュースとかでそういう話を聞くとなんかけしからんとか思うかもしれないですけど、でも一般庶民にとっては別に関係ないっていうか、別に東芝に対して怒りをぶつける必要はないんですよね。まあ経営者とか大株主っていうのかな、そういうふうに経営に関わってる人にとっては大問題ですけど、別にその普通に東芝の製品、あの東芝のね、商品を利用してるあの消費者にとっては別に何の影響もないですからね。私も東芝のノートパソコン持ってますけど、別に何の支障もないですからね。まあ、その東芝が好きだから買ったってよりも、まあ、日本製のパソコンの中で一番安かったから買っただけなんですけどね。なんかトラックのなんか路上駐車とかも多くて、なんかもうすでになんか東芝じゃないけど工場のなんか中に入ってきてるかのような感じなんですけど、まあでもちゃんと駅前ってことでタクシーが止まってますね。なんかもうすぐそこがなんか東芝の入り口みたいになってるんですけど、新芝浦駅ですね。あの海芝浦はもう東芝の敷地内なんで、そこはもう行けないんですよ。新芝浦がね、歩いて行ける限界なんで、まあ、てか電車に乗ったとしても海芝浦はさ降りられないんですよね、普通の人はね。これ新芝浦駅ですね。結構古い駅舎というか、なんかボロボロな感じもします。ちょっとね、ここはね、その東芝の入り口なんですけど、そんなにそのなんていうのかな、どっぷり使ってる感じの場所じゃないんで、あんまりなんか立派のなんていうのかな、社員もあまり利用しないとこがありますよね。まあ、そんなわけで新芝浦駅ですね。東芝の敷地の入り口のね、目の前にある駅です。
なんかさ、私がこの新芝浦駅に到着した時からさ、なんか警備員さんがさ、警備員じゃないな、なんかさ、なんかなんていうの、守衛の人がさ、なんかいかにもさ、こっから先は絶対入らせんぞみたいなさ、そんな風になんか立ってるんですけど、まあね、わかりますけどね、ゲートがあるんでね、まあそんなわけで、ちょっとこの先の海芝浦は電車に乗らないといけないんで、ここで U ターンをして次の駅へ向かいたいと思います。タクシーで来る人もいるんですね。なんかね、なんか倉庫のようなものもありますね。森松工業所、お、なんか船がたくさんありますよ。なんかボートですかね。釣り船乗船場ですね。ここも東芝なんですか。東芝ジーターピンサービス株式会社。東芝って東芝だけじゃないんですかね。なんか子会社とかいろいろあるんですかね。よく知りませんね。でここを曲がっていきます。全く、完全に工場しかないってわけじゃないですね。食堂がありますね。そしてバスですね。これは川崎市営バス？臨港バス？横浜市営バスだった。安全駅前。なんか安全って、なんか昔安全っていう人がいたから、その人の名前を由来にして駅名になったとかいう話を聞きましたけど、あまり詳しいことはよくわからないんですけどね。安全駅ですね。ここは工場地帯ですけど、ただ家もあったりして、普通に住宅地でもありますよね。まあ、住宅地と工場ゾーンの、まさにこの境目というか、まあ、そんな感じですかね。大川物産株式会社。なんか見た目が面白いんでちょっと大川って駅はこの後行くんですけど、関係はないですよね多分ね。てかさ、その一つ一つの駅は面白いんですけど、駅と駅の間の道はそんなに見どころはないですね。まあ、工場マニアとかなら面白いのかもしれませんけど、私は別に工場マニアではないんで。でもなんか工場マニアのさ、なんか写真集とかもあるんですよね。なんか工場の夜景が美しいとかさ、なんかその無機質な鉄骨がなんかいいとかさ、まあ、廃墟マニアにも通じる趣味なのかなって気はするんですけど、まあ、そのこと言うと工場の人に怒られちゃいますよね。武蔵白石駅ですね。これもなかなか柱というか、その何門構えがちょっと面白い感じですよね。なんかね、ちなみに宮城県に白石って駅ありますけど、こちらは読みが違いますね。武蔵白石ですね。まあ、白石白石、まあ、ちょっとまあそんなそれだけなんですけど、臭い。やっぱり工場のそのすぐ近くだとやっぱり臭いですね。まあ、これから大川という駅に行くんですけども、大川に行く電車はものすごく少ないんですよ。確か朝と夕方にちょっとだけあるぐらいで、昼間は全く運行してないんじゃなかったですかね。多分昼間はバスが走ってるんで、昼間行きたきゃバスにでも乗れってことなんでしょうね。
高校生の時に鉄道好きの友達と一緒に来たことあるんですよ。でその時は大川行きのね列車が少ないってことで、さっきの武蔵白石駅から大川まで歩いて行って大川から電車に乗るっていうね、そういう風にやってましたね。これなんだろう、アルミ缶の上に砂ですね。だいたいアルミ缶の上にさ、みかんなんか置くもんじゃないですよね。大川橋ですね。なんか運河を渡る橋のようです。やっぱり工場ばっかりで無機質ですね。この塀の内側に生えてるこの木はマテバシなんでしょうね、きっとね。なんかさ、マテバシの木ってなんか工場地帯とか、なんか湾岸道路とか、なんか無機質な道路の街路樹としてよく使われてるような感じしますね。うわ、なんか土ぼこり。あ、じゃあこっち行くのか。やっぱりその工業地帯のその無機質な雰囲気をね、食べられるどんぐりで和らげましょうっていう、そういう心遣いなんでしょうね、きっとね。なんかタクシー多いですね。でもすぐそこが大川駅ですね。大川駅はなんか工場に圧倒されるかのようですね。なんか小さくてすみません、駅ですみませんって、なんかそんな感じがしますね。なんか大川駅です。ここもなんか古めかしいというか、壁が、結構なんか剥がれちゃってる感じがしますね。わかりますかね、本数がすごく少ないんですね。平日は4本、5本、9本だけですし、休日は3本だけですね。しかも朝と夕方にしか列車が来ないですからね。大川駅が鶴見線の中で一番冷遇されてる駅なんですよ。だけどその大川だけが特別って感じはしないんですけどね。新芝浦も海芝浦もほとんどなんか東芝の社員ぐらいしか利用しないでしょうし、弁天橋とか武蔵白石とか、あの辺もほとんど工場ばっかですからね。てかね、以前はもう少しね列車本数あったんですよ。でもダイヤ改正でなんか朝と夕方だけっていうダイヤになっちゃったんですよね。武蔵白石のあたりまで戻ってきましたね。なんか昔はその大川支線っていうんですかね、鶴見線の大川駅の列車っていうのは武蔵白石駅に止まっていたんですけど、今は止まんなくなっちゃったんですよね、確かね。安全でしたっけ、安全で分岐するんですよね。まあ線路的にっていうか、一時的には武蔵白石から分岐するのが自然なんですけど、なんか武蔵白石駅のなんか大川行きのなんかホームがなんかなくなっちゃったとか言うんで、トラックだけじゃなくて普通の自動車の通りも結構あるんですよね。だからそのまあ交通の需要っていうのはあると思うんですけど、ただ人が大量に動くとなると、やっぱり朝と夕方に限られてしまうっていうところがあるんでしょうかね、やっぱね。だから大川とか海芝浦方面っていうのは、まあ支線ですから、あんまりこう重視するところじゃないってことなんでしょうね。やっぱり本線である鶴見から扇町までの、まあ、そこだけ昼間もしっかり運行してればいいじゃないかっていう、まあ、そういうことですよね。放置された自転車が物悲しさをなんか物語ってるというか、壊れちゃってるんですね。ここで鶴見線の線路をくぐっていくんですね。おっと、
これはいいタイミングですね。あ、くぐっていくんじゃなくて、そのまたぐというか、上に通ってるのは線路じゃないんですね。車内ガラガラでしたね。やっぱり鶴見とか鶴見大野とか国道駅はそれなりに利用客いるでしょうけど、この辺まで来ちゃうと昼間はあんまり利用客はいないのかもしれませんね。なんかすごいですね、錆びた倉庫。ちょっとなんかトラックの荷台もなんか錆びついちゃって、なんか工業地帯っていうのはなんかこういう道端になんか投げやりなアイテムが多いんですよね。なんかもう俺なんかどうせいいよみたいな、なんかそんな顔した小道具が結構ね転がってたりするんで、なんかあまり楽しい気分ではないですけど、でもその気分にの圧力に負けずに扇町まで、歩いていきたいと思います。工業地帯っていうのはなんか寂れてるわけではないんだけど、なんか寂しいというか、タイヤのお店ですかね。タイヤもさ、工業地帯にあるとなんかフルタイヤに見えちゃったりするんですよね。なんか古びてるんじゃないかなみたいな、そんなことはないんでしょうけどね。スタッドレスタイヤ9900円。こういう風にさ、なんかゴミが落ちてて汚いんですよね。タバコのポイ捨てもなんか多いみたいだし、なんか工業地帯のこういう道端の雑草って妙にこういう風になんかゴミがたまりません？なんか確かさ、その東京から京都まで徒歩旅行した時に、愛知県と三重県の県境付近で名四国道っていうのを通るんですけど、名四国道も工業地帯なんですよ。その工業地帯にさ、ゴミが散らばってましたからね。なんかお店が閉まっちゃったんですか、閉めちゃったんでしょうかね。山崎パンのね、立派な看板を出してるにもかかわらず残念ですね。浜川崎駅ですね。あ、そっか、浜川崎ってことは川崎市なんですかね。なんかそっけない入り口ですけどね、なんか鶴見線の乗り場、でも浜川崎は南武線も来てるんで、ちょっとした主要駅なんですけどね。でこちら側が南武線の浜川崎駅ですね。その改札口を1回出てから乗り換えしないといけないんですよ。だからまあある意味その、改札の外に出られるとも言えますよね。なんか線路が錆びて、線路というかレールが錆びてますね。多分貨物線かなんかじゃないかと思うんですが、あ、違うか、南武線と鶴見線をなんか繋いでる線路なんですかね。まあ、いずれにしてもあまり使われてないというか、列車が通ってないような感じがしますね。ガードレールもなんか錆びちゃってますけどね。そういえば、浜川崎駅はなんか JFE の専用出入り口があるんですよ。まあ、一般の人はね、そこから出入りができないっていう、そういう出入り口があるんですね。海芝浦もそうですよね。海芝浦も東芝の専用出入り口しかないんですけど、浜川崎はね、普通一般の道路に通じてるんで、普通の人でもね、利用できるわけなんですけど、その最初にここに来た時は JFA っていう会社じゃなくて、なんかね YKK だったような覚えがあるんですよ。多分だから、私の思い違いというか記憶違いかもしれないんですけど、やっぱ YKK が JFA に変わったんですかね。その会社の事情は知りませんけどね。この先行っていいんですよね。
なんかいかにもこっちは違うんですよね。こっちは工場のもんですもんね。あれでもゲートがあるから、でも向こうに抜けられる道があると思うんですけど、あ、なんか銀行の ATM がありますね、みずほ銀行。なんかいかにもなんか工場の敷地内っていう感じがするんですけど、ただ別にその立ち、一般の人立ち入り禁止ってわけではないんですかね。一応道路になってるんですよね。あ、やっぱり工場の敷地かもしれないですね。なんでそれを思うかと、それを思ったかっていうと、これさ、横断歩道じゃないんですよ。どうしてかっていうと、標識がないですもんね。工場が勝手に横断歩道の真似事をしてるだけで、横断歩道ではないんですよ。まあ、つまり国がこう、なんていうのかな、道路を規制しているものではないんですよね。ほら、あの三角のマークがないでしょう。多分工場の中の道路かなんかとだと思います。でもまあ一般に開放してるって感じですかね。あ、でも止まれとか書いてあるんですよね。止まれの標識はあるんですよね。あれ、なんか自動車のナンバーが変ですよ。なんか普通のナンバーじゃなくて黄色いナンバー、なんか景品なんちゃらかんちゃらって書いてあったな。そんなのありかよって。やっぱりなんか工場の敷地内をなんか撮影してきたような感じがしますね。川崎港郵便局、結構でかいですねこの郵便局ね。あの海沿いに工場とかが密集してるのは、やっぱり船でやっぱり海外に何か荷物を運んだりとかするためなんですかね。なんかそういう事情については、なんか小学校の社会の授業で習ったことなんじゃないかとか言われそうな気もしないでもないんですけど。やっぱり空気悪いですね。その工場のなんか工場臭いっていうよりも、なんか排気ガス臭いっていうか、もうなんか鉄骨がすごいですね。なんかね、工場のなんか、もう錆止めのためにこうなんか色を塗ってるんですよね、きっとね。錆びちゃうと見栄えが悪くて、なんか廃墟っぽく見えちゃいますもんね。今のは何の放送だったんでしょうね。鶴見線の電車はのんびりとしてますよね。まあ、行き間距離が短いんで、のんびりと走らざるを得ないって感じですかね。川崎市消防局でございます。踏切使用停止中てかさ、踏切らしきものがあるんですけど、あ、そうか、線路一応ありますね。なんかいかにもなんか列車が通ってないような感じの、多分工場からなんか荷物を運び出す時の貨物船かなんかなんでしょうけど、もうなんか完全にトラック輸送に切り替わっちゃったのか、なんか全く使われてないというか、もう線路が埋まれちゃってる、もうね、こう破に覆われちゃってひどいですねこれね。にしてもなんか空気が悪いですね。なんかまた変な匂いが。嫌な匂いって言っても、なんかいろんなパターンがあるんですよ。なんか水が腐ったような匂いだったりとか、なんか埃臭い匂いだったりとか、まあ、排気ガスだったりとか、ここはなんかね、埃っぽい匂いがするんですよね。なんかここも駅の目の前が、駅のすぐ先がなんか工場の入り口で、あ、そっか、なんか気まずい駅ですよね、これもね。昭和電工ですか。
昭和駅ですね。あ、でもちょこちょこ利用客がいるんでしょうかね。なんか5、6人黒い男が乗り込んでいきましたね。にしてもなんかすごく古い駅舎でいいですね、ここはね。あのなんかツタが、枯れたツタが絡まってる感じの駅舎もなかなか風情がありますね。もうすでにここは地名としては扇町なんですね。まあ、終点の扇町を目指しましょう。わ、バスの本数多いですね。1時間に5本ぐらいあるみたいですよ。それじゃあさ、鉄道よりもバスの方が、いやでもそんなことはないか。川崎市内とか横浜市内とかそういうレベルで考えればバスの方が便利かもしれませんけど、もう少し遠くから通勤する人もいるでしょうから、やっぱり鉄道は捨てられないですよね。高い塀に囲まれてて見通しが効かないですね。なんかタンク車、タンクローリーなんかぐるぐる回ってますけど、こんなところで回してどうするんでしょうね。多分ここ右ですよね。まあ、この辺は何でしょう、クレーン車っていうんですか、クレーン車の基地とか、なんかそんなのが多いですね。あ、やっぱりここが扇町駅ですね。踏切がありますけど、一応線路はここで終わりです。はい、扇町駅、これ鶴見線の終点ですね。なんかいらっしゃいませみたいな感じのアーチがね、特徴なんですけど、まあちょっと今冬なんで、ちょっとアーチに絡まってる草木も寂しいなって感じですかね。まあ、扇町もなんか、終点ですけど、なんかそっけないというか、あ、なんか猫がいますね。なんかブロック作りのなんか駅舎って、なんか工場みたいで、なんかそっけないなって感じがしますけど、なんか向こうに、なんか猫が、仲良さそうな猫が3匹なんか寄り添ってますけど、何やってるんでしょうね。さあ、1匹がこちらに気づいて警戒を始めるが、そんなに大して警戒してるわけでもなくて、いや別に、何やってんだろうみたいな感じで、なんかちょっと冷めた目で 見られてますね。ね、3匹。よいしょ。まあ、そんな歩行動画のね、うお、なんでびっくりした。歩行動画のカメラにね、なんかいちいち反応するようなさ、そういうこう、田舎者じゃねえんだ、俺らはって、そんな感じですかね。まあ、鶴見線の駅を一通り巡ってきたんですけど、まあ、やっぱり一番お気に入りの駅は国道ですかね。まあ、昭和っていう駅も、結構味わい深い駅ではありますけど、なんかやっぱり工場に囲まれてると空気が悪いんですよね。空気ってのは雰囲気って意味じゃないですよ。物理的な空気ですよ。まあやっぱり鶴見線は電車で回った方が、まあ趣味的には面白いかなとは思いますけどね。まあ、そんなわけで、歩行動画もね、そろそろ終わりにしたいと思いますが、なんか猫が寄ってきちゃいましたね。なんか猫ってさ、人の心を見透かしてるようなとこありますよね。なんか人に媚びたりとかさ、なんか何気なくこうさ、別にすり寄、人にすり寄ってくるでもなく、なんかその人に露骨に媚びることなく、間接的になんかさ、人に甘えてるみたいな。まあ、扇町駅の猫をね、猫さんたちに出演してもらいながら、歩行動画を終わりにしたいと思います。ありがとうございました。